吉井之です11月16日ついに解散総選挙という決戦の火蓋が切って落ちされました俺自身もこの救われた人生をかけて国民の選択に委ねる決断つまり参議院議員という解散のないその地位を 一旦国民にお返しし政権奪還の当事者となるために衆議院選挙に立候補する多くの人が無謀だと言ったしかし衆議院で過半数を取らない限り政権は戻ってこないそして衆議院で過半数を取らない限り教育を正常化するための子どもたちを守るための法改正はできないだからこそ 安全な場所で傍観者として提言をするのではなく自分も血を浴び汗をかきその先で国民の負託を受け教育再生を断行していくその資格を得るために全てをかけたいと思っています解散が決まって本当に永田町は 散々としたさあ選挙だってみんな地元に帰って駅立ちをしたり街頭をしたり講演会を回ったりもちろん支えてくれる方々を大切にするということは大事なことしかし今本当に大事にしなければならないのはこの危機的な状況の中でどのような政権公約を出していくのかつまり 目の前に起こっている諸問題に対して本当に政権を取るならばどういう対応を具体的にしていくのか俺も地元をかけずり回ってます朝5時に起き真夜中興奮してなかなか眠れないいつの間にか朝になっているそんな今日々を送っていますが一方で政権公約の作成作業は 影野内閣の文部科学大臣としてきちっと詰めて詰めて詰めまくってそして今具体的な公約として安倍総裁の下で発表されるという運びになりましたどこか浮き足立ってしまっている今の日本だからこそおかしなことが必然的に起きてしまう例えば俺が今すごく心配していることは この情熱事業でも何度も訴えてきたことではあるが菅さんが総理を辞める最後の一日に最後っぺのように四ピョン度の砲撃以来停止していた朝鮮学校の無償化この審査を再開を指示をしたとつまり現時点では再開されてるんです11月15日に夜 山谷参議院議員と山谷先生と一緒に文部科学省に行き文部科学次官とこの問題について話をし我々の要請をしてきた彼らはこう答えました菅さんの指示以来数回にわたってこの無償化を議論するための有識者会議が開かれてきたとそう言っていました有識者は一体誰なのかは誰も知らない どのような意見が出てきてどのようなタイムスケジュールになっているのかも誰も知らないそんな中で暴走大大臣臣が今文部科学大臣になっていますさすがに解散のどさくさに無償化っていうのはないだろう文部科学省のある幹部はさすがに文部科学大臣も判断に大学の問題で判断に懲りているだろうというような発言をしていた。確かに今 選挙の前にそれをするということは現時点では可能性は低くなっているしかし俺はものすごい危機感持っているんですよどういうことかというと選挙が12月12月の6日に告示されるとこれはマイナスになるようなことを一切やるわけないんですね今朝鮮高校を無償化したら 一体どういう拉致問題に対してメッセージを送るのか、まともな国民は非常に問題視している。しかし、同様に考えなきゃいけないのは、この11月15、16と解散の日に合わせるかのように連続して行われている、北朝鮮との交渉会議であります。この交渉会議で何が話されていて、日本は拉致問題を前進させるために、 つまり国と国との取引っていうのは基本的にはウィンウィンでなければならないんですよつまりあ拉致問題に対してしっかり対応したらどういう見返りがあるのかということこういう関係で成り立ってるんですね道義じゃないんですよテーブルの上で笑顔で握手をしながら机の下では蹴り合っているこれが外交なんですね今まさにそれが行われていてじゃあ拉致問題を進展させるために日本はどのような譲歩するのかという 話もまた行われてるんですよその中で朝鮮総連の本部ビルが競売にかかる RCC の負債の問題でかかる等々のニュースの中で朝鮮総連それを何としてでも守りたいじゃあ原資となるお金が現在の北朝鮮から来るか非常にそういう駆け引きの中でやっていると選挙が6日に公示されそして田中真希子の迎え大臣も選挙戦を戦うんでしょう で16日に投開票で結果が出るとじゃあいつその結果を受けて新政権が誕生するのかおそらく間1週間取らなかったら特別国会開かれないでしょう俺の肌感覚予想ですが16日に終わったらおそらく25か26ここで特別国会開かれて新しい内閣総理大臣が決まるそしてその新しい内閣総理大臣のもとで組閣が行われるとつまり 新しい内閣ができるのは12月のぎりぎりなんですよ28日仮に28日に組閣をして新しい文部科学大臣が誕生するそれまでは恐ろしいことに議席を落とそうが落とすまいが田中牧子文部科学大臣が文部科学行政のトップなんです選挙で負けようが勝とうが民主党がゲアしようが この新しい内閣が組閣されるまではトップなんですよつまり現在の法律では判断できてしまうんですね民主党は日教祖と朝鮮総連一体となって現在も活動しています民主党の幹事長は越井氏東氏日教祖ですそしてこの総連との関係党ぐるみで持っているのもまた民主党であります 仮にゲアする16日を選挙でゲアすることになったら約束していた空手方を全部乱発してくれる可能性があるんですよ。つまり例えば28日に組閣が行われるとしたら民主党政権いきなり27日に拉致問題も進展したしという名目をつけてボンと無償化の判断をする可能性があるんですよ。 あるからこそ選挙の中でしっかり争点化しなければならないんですだからこそ冷静に努めて冷静に動きを見なきゃいけない12月に政治家が選挙をやるってことはつまり来年度予算の仕組みは政治家がいない中で官僚がやると政治家のチェックがない中で官僚が行えるというこれ 本当に間の予算編成ででもあるわけですね政治家がおかしな判断をしないようにそして官僚がおかしな予算を仕込ませないようにそのことも考えてその現実も踏まえた上で有権者に直接政策を思いを決意を訴えていくそんな選挙戦を展開していきたいと思っています。いずれにしても 自分のための戦いではなく作ってもらった人たちへの恩返しの戦いこれから未来を作っていく子どもたち若者たちを守るための戦いを正々堂々貫き通しその先で皆さんにありがとう今から新たなる再生が 始まりますそう報告できるように視力を尽くしたいと思っています必死になって戦いますそして同時に朝鮮学校の無償化の判断は絶対に阻止するために具体的に動いていこうと思っています